7つの輪より煙が上がり、海から赤き魚が現れ、地のあらゆるものを食い尽くした。マダイによる予言書10章10節。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。今回はスプラス3でも深く関わってくるであろう鮭に関連する情報をまとめてお話ししていきたいと思います。スプラトゥーン2のサーモンランに登場する敵キャラクター鮭、イカやタコとは全く別の進化を遂げた種族で、人型にならないものの陸上だけでなく水中も自由に移動できます。スプラトゥーンは海面上昇により人類が滅んだ後の世界が舞台ですが、昔人間が使っていたフライパンなど海に沈んだガラクタを集めて鮭たちは兵器にしています。というわけで一応知能がありますこの子たち。あるんですけど、皆さんのイメージ通り性格は凶暴かつ好戦的で死を恐れません。ファミ通のインタビューで公開された公式な情報ですが、鮭たちにとって死ぬということは生き物のサイクルの中で自分が還元されるという認識をしているみたいで、どうせ死ぬなら自分を美味しい状態にしていこうぜぐらいの気持ちで調理器具を身にまとって戦うことを美徳にしているようです。まあどう考えてもね、頭いかれちゃってるんですけど、だから死を恐れず攻めてくるし、大物鮭は調理器具をめちゃめちゃ身にまとってるわけです。見た目的には会話はできなさそうですが、ミステリーファイルからも確認できる通り、ひいおじいさんの代から受け継いだ武器を手入れして使っており、物持ちがよく、戦士として先祖の思いを大切にする意外と律儀な性格をしています。またファミ通インタビューの公式情報からですが、鮭とタコは通商条約を結んでいて、タコは技術を、鮭はイクラを交換する貿易を行っていますが、金イクラは貴重なため交易していないそうです。ヒーローモードで獲得できるイクラは鮭との貿易によって得たものであり、ヒーローモードに金イクラが出てこないのはそういった理由によるものだと思われます。貿易といえど差し出すことはない金イクラ、果たしてどのようなものなのでしょうか。通常のイクラでもエネルギー資源として使われていることがわかります。ヒーローモードをプレイすることで皆さんも実感することができると思いますが、イクラを使用することで武器の性能を強化することができるんですよね。タコたちもイクラをエネルギーにして兵器を強化していると思われます。金イクラはその上を行くとてつもないパワーを秘めたエネルギー資源だと予想されます。これをクマさんがバイトを雇って独り占めしているわけですが、その利用先の一つとしてクマさん印の武器の量産が考えられます。武器の威力が明らかに普通ではない破壊力で、通常のイクラの強化では到達できない性能になっています。クマさんの目的は金イクラを集めて最強の兵器を作ることなのか、それとも別の何かなのか、本当に謎大きい存在です。このクマさん、遠くから通信で木彫りのクマから声を発しているように見えるため、本体はダウニーやブキチ、ジャッジ君などハイカラスクエア周辺の人物なのではないかという説も多くありましたが、公式のインタビューで否定されています。クマさん紹介が会社かどうかもわからない、仕事は現地集合現地解散で社員と会った人もいないと、掘っても謎が深まる奇妙な存在です。少し話が脱線しましたが、引き続き鮭に関する情報をご紹介していきます。こちらはミステリーファイルの情報。中世の時代に描かれた絵画のようだ。70年に一度起こると言われる鮭の大移動の様子が描かれている。ということで、何やら意味深な内容が書かれています。続いてこちらも見ていただきたい。7つの輪より煙が上がり、海から赤き魚が現れ、地のあらゆるものを食い尽くした。マダイによる予言書10章10節。皆さんはどのように感じましたか？まず前提として、鮭はものすごく凶暴です。皆さんもサーモンランで散々味わったとは思いますが、
光映えの時の鮭たちは本当に好戦的ですよね。あれはバイトで戦う準備をしていたからまだ対応できましたが、突如凶暴化した鮭たちが襲ってきたら、その一体はどうなるでしょうか。予言書なので本当に起きたかは分かりませんが、ミステリーファイルの通り地のあらゆるものを食い尽くすことになってもおかしくないですよね。そしてそんな鮭たちは70年に一度大移動をすると、この大移動と地上を食い尽くす予言が一致したものかどうかは分かりませんが、あの鮭たちの大移動です。通った道がそのまま残るとは考えづらいですよね。めちゃくちゃに破壊されてる方が自然ですよね。もう鮭たちが通った道全部ボロボロみたいな。ということでここから考えられる考察ですが、スプラ3の舞台であるバンカラ地方の荒野地帯、これは鮭の大移動によって荒れ果てた土地なのではないでしょうか。鮭の大移動の目的は不明ですが、サーモンランのマニュアルに鮭の集団凶暴化には惑星の軌道による重力の変化が関係していると記載されているため、70年というスパンで重力の変化に対応するため大移動しているのではないかと思います。そしてこの大移動、バンカラ地方では最近起こったわけではないと思います。というのも、私の考察が全て正しければの話ですが、オクトエキスパンションのラスボス戦でハイカラ地方の海の向こう側にすでに荒野地帯が広がっていることが確認でき、これがバンカラ地方だと推測されます。つまりスプラ2の時点で鮭の大移動は起きていたことになります。バンカラ地方に住んでいたクマさん、重力の変化によりやむを得ず鮭たちは大移動しましたが、その大移動でクマさんが住んでいた町は壊滅状態に。復讐心に取りつかれたクマさんは海の向こう側で縄張りバトルが盛んに行われているハイカラ地方に目をつけ、若者たちにバイトを装い鮭たちをしばく業務を依頼。高いエネルギー源となる金イクラを大量に集め、クマさん印の武器を大量に生産し、鮭たちを駆逐する計画を立てているのではないでしょうか。そしてその計画が進み、鮭たちが絶滅に瀕している中、一匹の小鮭がいかに助けを求めスプラ3のトレーラーにつながる。はい、綺麗に決まった。またサーモンランをプレイした方ならご存知の通り、鮭たちは嗅覚が発達しており、イカ潜伏していても位置がバレて攻撃されてしまいます。それを踏まえた上でこちらをご覧ください。一見姫の背が小さいいじりの会話に見えますが、潜伏していても位置がわかる鮭たちです。背が低いだけで向かってこないなんてことはありえないですよね。鮭たちは姫に対してあまり敵意を持っていないことがわかります。なぜなのか、続いてこちらをご覧ください。姫は鮭を倒すことはするものの、金イクラを全く納品しないため時間制限によりバイトが終わってしまう。ということで飯田がちゃんとマニュアル読んでますかと笑っているんですけども、ここがめちゃめちゃ大切。姫は金イクラを納品するつもりがない。なので鮭たちから敵意を持たれていない。もしかしたら普通のイクラすらクマさん紹介に渡すつもりがないのかもしれません。ちなみにファイナルフェスの混沌派メンバーの紹介文を見ると、邪魔者を容赦なく本能のまま排除すると書かれていますが、邪魔者でなければいきなり争ったりはしないのではないかと思われます。まあタコと交易を交わせるぐらいの冷静さはあるようですし、イカたちに好戦的なのは貴重な金イクラを強奪しようとするからってことですよね。なのでスプラ3で小鮭がイカと共に行動しているのは、バイトの時みたいに金イクラ目当てに鮭を倒すっていう意思がないため、
小鮭もおとなしくイカについてきているわけですね。イカたちもバイトでなければ別に鮭しばく理由もないでしょうし。というわけでいかがでしたでしょうか。思ってたより長くなってしまいましたが、思ってたより気持ちいい動画になってしまいました皆さんはどう感じましたでしょうか。シャキやクマさんは現状謎だらけの存在なので、ぜひ皆さんのご意見感想考察もコメント欄にどんどん置いていってください。コメントの数だけワクワクが増えますので、ぜひ。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、ではまた、アディオス。